皆さんこんにちは、スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。今日は YouTube の登録者数10万人行きましたということで、特別なプレゼント企画を以前させていただきまして、カウンセリング受けられるという特典をプレゼントさせていただいたんですが、毎月2人ずつ行っているんですよね。今日は9月の2人目です。ペンネームはヒデさんです。まず早速ご覧いただきましょう。どうぞ。ではヒデさん、今日はありがとうございました。今カウンセリングが全て終わりましたが、今日はまずもう何でもいいですよ、もう感想をどうぞ。今回カウンセリング2回目なんですけど、はい、まずいつも同じなんですけど、頭で考えがちで結構思考でちょっとごちゃごちゃするところがあるんですけど、はい、まずはそれをそこら辺をすごく自分がどうした人なのかっていうのを的確にご理解いただいて、でその上で的確な言葉で今の自分に一番響くような言葉を使っていただいて、的確にもう伝えていただくので、納得感もすごくありますし、あ、そうなんだっていうふうに、その自分自身がとても整うっていうんですかね、っていつも感じています。はい、結構今までのこの今回の10万人達成してプレゼント企画で今回カウンセリングしてる方々って、はい、ほぼ多分ね、初めてカウンセリングを受けた方だったんですよね。で、ヒデさんに関しては今回今おっしゃったように2回目じゃないですか。そしてパワーチャージのイベントももう何回かお受けになっているんですが、この1回目のカウンセリングで今日2回目でパワーチャージのイベントっていうのを私と出会って何回かこういう施すこととかいろいろな学びがあったと思うんですが、何か変わったことがあったりとか、その変化があったりとか、何かそういうのってありますか？タズさんのことをたまたま知ったのが、YouTube だったわけですけど、はいはい、うん、本当にたまたまその、YouTube のそのおすすめじゃないですか、はいはいはい、でたまたまそのクリックしましたら、すごく内容は響きまして、はい、で一回そのやっぱ見ていただきたいなっていう、こういった感じ のカウンセリングって、受けたことがありませんでしたので、はい、それで頑張って電話して、はい、1回目のカウンセリングさせていただいて、どうしようか見ていただきたくて、はい、でその時に、ね、とっても本当にもうはっきりとした言葉で、普通に暮らしてる人たちの中では絶対言われないようなことをちゃんと言っていただいて、うん、はいはい、すごくやっぱり反省と言いますか、まだまだなんだなっていうのをすごく強く思いまして、はい、でそこからやはり成長って言葉を使うんでしたら、ものすごく成長したなと思います。はい、どこの部分が成長したなという感じがしますか？多分心の状態なんだと思いますね、うんうん、捉え方とかが変わりました？そうですね、でよりその自分が何を考えてるのか、何を感じてるのかっていうところにすごく注意が目標になりました。すぐになってからイライラしちゃったりとか、はい、なんかネガティブになったりとか、まあ人ですのでなったりはすると思うんですけど、はい、そういう時に、なんでそう思ってるんだ、そんなことしても自分自身も含めて誰も幸せにならないぞ。かっこいい。はいはい。すごく学びにもなりましたし、そういった気づきがものすごく多くなりましたね。はいはい。でそれによって、人間関係ですとか、ですね、外してとっても日々のその体験っていうんですかね、は良くなってると感じてますね。よかったです、そうやって感じていただけてるんだなって。でパワーチャージとカウンセリングで両方合わせて今やってるじゃないですか、はい、うん、そのパワーがつくと物事を捉えてるその思考の部分と、はい、パワーがついてると何が違うなと思いますか？まだまだこの YouTube をご覧になってる方でパワーのない方が多いと思うんだよね、はい、それがパワーチャージのイベントも何度も参加してパワーがつくと何の変化が訪れるような感じがしますか？おそらく行動に対するスピードとか足の軽さっていうんですかね、はい、さっと行こうとかする、なんか疲れてるなっていうのが、でもその気力の低さみたいなのはあんまりなくなってきて、あと思考がちょっとクリアになって、はいはい、こうしたいんだなとかこういうふうに考えようっていうのが分かりやすくなり、うんうん、でだからこういうふうに動こうっていうのが、そこら辺が道筋が明確になりやすいこと でそれもあって行動しやすくなってるっていうふうに感じますね。
すごくいいんですよね。今なぜそれを聞いたかっていうと、はい、カウンセリングだけだと、はい、パワーのつけ方がわからないと、はい、思考はこういうのがいいんだな、こういう考え方がネガティブでダメだったなって分かったとしても、はいはい、パワーがないと、今おっしゃるようにパワーがついたから動きやすくなったなとか、何かクリアになったなっていう感じが分かりますとおっしゃったじゃないですか、はい、やっぱりね、私お客様に対して皆さんに対して、はい、パワーもつきながら物事の考え方が分かることがすごくいいなと思ってるんですよね、はい、それが今までのこうやってお話しいただいてる方は、はい、パワーチャージも受けたことがなくって、カウンセリングも今日初めてですっていう方の感想だったので、ヒデさんに関しては両方味わってる方なので、はい、なのでその意見を聞きたかったんですよね、はい、まさに本当にパワーをつけることによって、ただ思考だけがあるんだったらこうすればいいけど、でも何か動きづらいとか、うんうん、何かタズさんそうやって言って合ってるんだろうけど、どうしても気力が湧かないなってなりやすいと思うんだけど、はい、この2つ合わさってヒデさんがもっともっと高みにいけるように、はい、もう私ヒデさんにもう何度も何度も言ってるのが、もう本当にあったかい方ですし、質が高くって本当にパワフルな、今もう波動も高いですしね、すごくもう無限の可能性が大きく大きくある方だなと思っていて、今日も2回目のカウンセリングをしてパワーチャージもこうやって様子を見てたんですが、さらに今日私の感想がここにも入るんですけど、もっと今日のきっかけで成長できるなって私本当に思ってるんですよね。このきっかけをさらに掴んで、今カウンセリング受けたくても受けられない方がもう本当にたくさんいるんですよね。だからその方々にも、何かヒデさんの今言ってる言葉が勇気になったりとか、私が言うのはもう普通のことなんだけど、こうやって受けてる方がその力強くそう言って言っていただけると、私もすごく嬉しいなと思うし、何かヒデさんみたいなね、仲間とかもたくさん作っていきたいなっていう、今日そのカウンセリングでそうやって味わっていただいて、感想をいただいて、私もすごく学びになりましたし、嬉しいですね。これからどういうことを意識して過ごしていきたいですか？人って、はい、ちょっと聞いたことがあるんですけど、はい、いるだけでもう価値があるっていう、存在価値と、あと、この自分は何ができるから、仕事ができるから何かさっていう、機能価値って2つあるらしいんですね。で、機能価値の方は、みんなで一緒に何かなんか体鍛えるとか仕事をするですとかで何かをやることで、価値っていう形で提供するってことができるんですけど、目指す方向としては、これももちろんやるんですけど、はい、存在価値ってあなたがいるからすごく、例えば雰囲気が良くなるですとか、はい、あなたがいてくれるから自分も動けるとか、そういう方に本質的な人としての成長をしていきたいなって思ってます、はいはい、いい話だった。素敵な話でした。でも本当そうですね。だから技術とか自分の持ってる能力とか技とかももちろん必要ですよね。それをもちろん高めて誰かのお役にも立ちたいと思うけど、今ヒデさんがおっしゃった、本当にその人がいるだけで何か幸せになったりとか元気になる、そんな人柄で私もありたいなと思っていて、すごい素敵なお話ですね。何か一緒にやっぱりこうやって出会ったことがきっかけで、そしてヒデさんの人生の中でもっともっと高みに行けられるように頑張っていただきたいなと思いますし、何かまたお会いした時にまた成長した具合が見えると私も自信にもなりますし、共に私も成長したいなって思うと思います。これからも頑張ってください。今日はね、逆になんかヒデさんから素敵なお話もいただいてすごく嬉しかったです。今日もお会いできてよかったです。頑張ってくださいね。ありがとうございました。いかがでしたか？ヒデさん、ありがとうございました。今回お話をしてくださいましたヒデさん、今までのこのプレゼントをさせていただいた YouTube で感想をしていただいた方全員が初めてカウンセリングを受ける方、そして私に初めてお会いする方が皆さんそういう方だったんですよね。今回はカウンセリング2回目、そしてパワーチャージのイベントも何度もお越しいただいているヒデさんなんですよね。そして彼は魂レベルのその霊覚が高い方なんですよね。私がどうやって人をその霊視鑑定といって、私は情報をもとに鑑定はしてないんですね。なので誕生日とかも一切聞きませんし、何か詳しいお話とかも聞かないでもその方を読み解くことができるんですが、どうやって見ているのか、
私ね、霊視するときにその人に意識を持っていきますと、その人になることができるんですよね。不思議ですよね。私もなぜできるのかよくわからないんですが、まあそういう能力を持っていまして、その人になって何がわかるのか、その人の思考回路がまず見えてくるんです。そしてその人が抱えているもの、何をこの方は抱えているのか、何がどういうふうになっているのかというのを自分がその人になることができるので、今どんな感情なのか、どういう感じになっているのか、どっかが痛いのかとか、何か身も心もその方になりながら私は霊視鑑定を始めるんですね。なのでもちろんお話しいただいて、こういう相談があるんですっておっしゃるんですが、そのお話を聞きながらも、この声とその話とその内容、その内から出てるもの、そして私が感じるもの、全てをひっくるめて私は回答を出して、その方がとにかく幸せになるように、何をどう改善すればこの方の幸せに導くことができるのか、そしてステージを上げることができるのか、そのようなことをその人に合わせた、課題ですとか、その人にふさわしいことをお伝えしているんですね。なのでヒデさんがね、ズバリ他の人には言われないようなことを言われましたと、一番初めもいろいろな衝撃があったっていう話をされていたんですが、もちろんその人に合ったことをお伝えしています。一辺通りに皆さん同じことではなく、その人のレベルがあるので、この人と同じことを言ってしまったらこの人には理解ができなかったり、この人と同じことをこの人に言ったり、その感覚がこの人だからこそお伝えしている内容なんです。それが今回のヒデさんは霊覚が高いので、皆さんも聞いていて何かを感じたかと思うんですが、彼はもっともっと自分を高めたいと思う気持ちがとても高いですし、根底の質とかレベルとかがちょっと高い方なんですよね。なので捉え方が違いますし、これからの進み具合も変わっていくかと思います。私もすごい楽しみですね。パワーによって人生が本当に大きく変わるんですね。ただそのパワーとは、どういうふうにパワーってあげるのかという技もお教えしているのがパワーチャージのイベントなんですが、もちろん心ってどうやって作ればいいのかもパワーチャージのイベントでお教えしているんですが、カウンセリングで心の持ちを、今あなたが何を悩んでどうしてそうなってしまうのか、どんどん紐解いていって、その人が幸せになるようにお導きするんですが、その物事の捉え方、思考の使い方、そしてパワーのつけ方、合わせて幸せになっていただきたいんです。なのでできる限りカウンセリングとパワーチャージのイベントは並行して行うことが一番理想な、その幸せに進める方法だなと思っているんですが、今回2024年10月18日金曜日、私の浄化の力という本が出版されるんですが、そこに物事の考え方、どういう考え方がいいのか、スピリチュアルってどういうことなのか、宇宙の法則ってどうなっているのか、そしてその浄化をしながらパワーをつけるその技、2つ合わせたことが本に書かれているんです。そして音声、いろいろな施しがあることで皆さんをお導きできるように今回の本は作らせていただいております。なので実際にカウンセリング受けた方がもちろんいいです。そしてパワーチャージのイベント、さらにはこの本を合わせた上でどんどん前進しましょう。今日ヒデさんにね、またお会いしまして、私も確信しました。本当にこういう感覚で人を見て、宇宙の法則と人はこういうふうに変わっていくんだと、いろいろ自分の中で納得する部分と、そしてそのヒデさんの納得する部分を拝見しまして、やはりその心技すごい必要だなと思っております。皆さんの中で何を感じましたでしょうか。幸せになるってすごく難しいことなんじゃないかと思うかもしれませんが、どうやったら幸せになれるかというのが分かってきましたら、スーッと
その幸せの方向に加速すると思います。その施し、そして考え方、いろいろ一緒に学んでいけたらいいかなと思います。今日のメッセージが何か皆様の心に留まればいいなと思います。プラスになったら私も嬉しいなと思います。ヒデさん、本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。またお会いする日を楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。さよなら。